はい、こんにちは。本日も週刊カーのお話をしていき、はい、今日は何の話かというと、今日からですね、心理テクの話をしていきます。で、その中でも今日はパワフルバーブという、まあ、強気が習慣を作るという、そういうテーマでお話をしていきます。で、習慣化っていうのはあくまであのテクニックを使えば身につきますよっていうのが前回の、まあ、リフレンプランニングまでのお話でいろいろとしてきたと思うんですよね。で、ただ習慣化を身につけていくにも、そう、ね、あの100日で身につく場合もあれば150日かかる場合もあるっていう話をで以前とかでもしたことがあって、で、より早くそして定着させていくためにはやっぱり意志力、心理面、メンタルの部分っていうのが、大切ですよと、手助けしてくれますよっていうことなんで、今回はどうやってその習慣を定着させていくかっていうお話ではなくて、その習慣を定着させていくためのスピードを上げる、そんなテクニックっていうのを紹介していこうと思います。習慣化を身につけていくためのテクニックに関しては、以前までの動画で、3本4本の動画にして紹介してますんで、そちらをぜひ見ていただきたいんですけれども、今日はそのテクニックを使っているけどなかなか定着しているかどうかっていうのがいまいちちょっとこう掴めてないなっていう方にとって、そのスピードを加速させていくためのお話をしていきますんで、ぜひご覧いただけたらと思います。で、このパワフルバーブって、あのパワフルっていう、まあ、いわゆる力のことですよね。はい。それからバーブっていうのは、あのいわゆる動詞のことです。はい。何々するっていう動詞のことですね。で、目標を立てる際にはより強い動詞を使うと習慣化の確率が高まって、で、さらに身につくスピードも速くなるということが言われています。例えばただ単純に体重を5キロ落としたいっていう目標だったら、これはちょっと弱いっていうことなんですよね。で、じゃあパワフルバーブを使うとどういう立て方になるかっていうと、体重を何が何でも5キロ落としてワンサイズ小さいジーンズを履いているっていうような書き方とか、あるいは目標の立て方っていうのをするんです。頭にそれを眠らすとか、目標紙に書いておくかっていうのをするということなんですね。で、加えて願望ではなくて結果を、立てていくっていうことなんですね。何かっていうと、さっき最初に言ったのは体重5キロ落としたいっていう願望なんですね。ではなくて、落としたとか落としているっていう結果を口にする、そういう動詞を使うっていうことなんですよ。だから結果もすでに出てるんだと、で、出てるからこそ頑張るんだっていうようなことなんですよね。結果出ないことをいくら一生懸命頑張ったとしても、皆さんのモチベーション上がらないし、やろうが習慣的にやろうというふうに思わないじゃないですか。ということは、出てるからこそそれを維持しようというふうに習慣化が身につきやすくなっていきますよっていうことなんですね。じゃあそういったパワフルバーブを使うためにどんな言葉遣いをしたらいいのっていうことなんですけど、これに関しては皆さんが好きな漫画やアニメのキャラとか、周辺で偉そうな物言い、なんかいかにも自信満々だなっていう人とか、あるいは中二病になりきるっていうことなんですよ。いろいろとなんかやべえやつらがいっぱい出てきたなっていう気がするかもしれないですけど、例えば偉そうな物言いだったら、あの筋トレを皆さんが普段やるとして、そんなのやって当たり前でしょうとか、それから中二病とかだったら、私にはこの道を走り切る力がこの足に眠っているのだみたいな感じですよね。漫画のキャラとかだったら孫悟空になって、目の前のあの筋トレを今からやろうってなって、おらワクワクすっぞーとかですね、ジムに入会するってなった時のルフィになりきって、冒険の始まりだーみたいな風にやると、そんな感じですね。だからこあの漫画の主人公たち大概は困難が目の前にあった時に自分から飛び込んでいくじゃないですか。なぜかお前が先頭を切るんかいって感じでどん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 来てくれるんですか。あんな風にキャラになりきって取り組んでみようということなんですね。そうすることで効果が違ってくるんですよ。自分が憧れてるキャラっていうのを見つけてもらって、その人が口になりそうなことを言いながら目標達成に向けて取り組んでみていただいたら、習慣化までの定着のスピードも、それから定着率も上がっていくということで、いいことづくめになりますんで、まあ、ぜひですね、キャラになりきるのか、偉そうな人になりきるのか、中二病になるのかっていう、この3つくらいをヒントにして取り組んでみていただけたらと思います。今回が、このパワフルバーブというものです。皆さんはどんな言葉を口にしながら習慣化を身につけていきますか、そして目標達成に向けて走っていくでしょうか、それをぜひ見つけて取り組んでみてください。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。